こんにちは、エバツタケシです。今回は、優越感を求めれば求めるほど、劣等感を抱くようになるというテーマでお話ししていきたいと思います。嫉妬するというのは、自分の愛する人が別の人に心を惹かれたらどうしよう、別の人を好きになって自分から離れていったらどうしようと不安になることです。そして、自分の愛する人が 自分以外に興味を持ちそうな相手、自分以外に好きになりそうな相手を嫌いになったり警戒することです。なんで自分以外の人と仲良くしているんだよ。もしかしてあいつに興味があるのかもしれない。俺がいるっていうのに許せないとなる気持ちです。恋愛感情へ抱けば嫉妬するのは自然なことです。誰だって自分の好きな人を他の人に取られたくないと思うのは当然のことです。 しかし、嫉妬したからといって、相手の自由を奪うようなことをしてはいけません。心配だからといって、四六時中相手につきまとったり、遊びに行ってはいけない、飲み会に行ってはいけない、と束縛してはいけません。嫉妬したときは、私はそれだけ相手のことを愛しているんだな、と思って、その感情をしっかりと感じ尽くしましょう。恋愛感情があれば、 嫉妬するのは当たり前のことです。しかし、私たちは恋人やパートナー以外にも嫉妬することがあります。例えば男性であれば、自分より肩書きや年収や学歴が上の人に嫉妬したりします。女性であれば、あの人の方が可愛いと言われている、〇〇さんの方がいい旦那に恵まれている、〇〇さんの子供の方がいい学校に行っていると嫉妬することがあります。他人と比較することで、 優劣を競い合い、自分の方が優れていると思っていたい相手より劣っていると感じたとき、嫉妬の感情が湧き上がります。世の中には、そのままのあなたじゃまずいことになりますよという情報が氾濫しています。肩書きや年収や学歴を他人と比較させて、あなたのランクはこれぐらいですよと伝えてくる情報で溢れています。そのような情報を浴びせられ続けることで、 他人と比較して優越感を感じることが幸せだと思い込むようになります。自分の価値を感じるためにせっせと他人と比較するようになります。30代でこれくらい稼いでいないとまずい。これが上位トップ10の会社だ。成功者の出身大学はどこが多いのか、などといった記事を無視することができなくなります。そして、よし、俺より下のやつはたくさんいると優越感を感じたり、 うわぁ、俺は本当にダメだなぁ、と劣等感を抱いたりします。買わなきゃ損する新作コスメとは、絶対に外せない結婚相手の条件とは、子供を成功させるために選ぶべき学校とは、などといった特集を読みあさり、少しでもみんなより上に行こうと頑張るようになります。何に幸せを感じるかは自分で決めることができます。 私たちが生まれてきた時は幸せという感情を知りません。幸せというのはこれが私にとって幸せなことなんだと自己催眠をかけることによって生まれる感情です。どんなことに幸せを感じるかは自分で決めることができるのだから人によって何に幸せを感じるかは異なります。暴力を振るう、浮気をする、働かないでお酒ばかり飲んでいる、 という夫と一緒にいても幸せを感じる人がいます。それは、この人を支えられるのは自分だけなんだと喜びを感じているからです。この人と一緒にいるのが幸せなことなんだと自己暗示をかけているから、殴られても、罵倒されても、浮気されても、お金を取られても、それを幸せだと感じます。これと同じで劣等感を克服して、 優越感を得ることが幸せだと思い込んでいる人は他人と比較して自分の価値を測るのをやめることができなくなります。他人と比較して優劣を測るという競争というのは無限に生み出すことができます。生まれや育ち、学歴や肩書きや年収、養子の美しさ、結婚相手の条件、子供の成績、身長の高さ、髪の毛の量、家の広さ、 ヴィンテージワインの知識など、比べようと思ったら、キリがありません。そして、無限に増えていくすべての競争に勝つことはできないので、他人と比較していたら、必ず劣等感を抱くようになります。優越感を得るために、競争に参加すればするほど、どんどん劣等感を抱くようになります。劣等感を克服するために、他人と比較して優越感を得ようとすると、さらに、 劣等感を強めることになるという悪循環にはまってしまいます。劣等感を克服して優越感を獲得すれば幸せになれると頑張れば頑張るほど劣等感が強くなり優越感を感じることが少なくなるのでいつまで経っても自分は幸せだと思えるようにはならないということです。他人と比較して自分の位置を測っても自分を幸せにすることはできません。 あなたは自分の好きな生き方をすることで自分を幸せにすることができます。自分の好きなことをやっていれば他人にどう思われようと関係ありません。ちなみに私は機嫌よく生きる、嫌なことはやらない、急がない、焦らない、自然と鼻歌が出るぐらいリラックスしているというのが幸せだと決めました。ということで何に幸せを感じるかはあなたが自由に決めることができます。 ただし他人と比較して優劣を図るという競争に巻き込まれないように注意をする必要があります今回もご視聴していただきありがとうございますもしこのチャンネルが役に立つと思ったらいろいろな人に勧めてもらえると嬉しいですチャンネル登録もお願いしますでは素敵な一日を送っていきましょう